朝廷玉張邸玉県立20年3月20日は真の政治家。字は、後信、号は、県一市。安記症安喜び不気条件の出身。保ワゲ大学士、軍機大臣、大野保つの位を得て、三等白に封ぜられ、三笹に渡って50年仕えた。後期十一年生まれで、父は、後期年間の大学士の長英。後期十九年に真士となる。 後期年間の検討、自家南処房、荒井馬、自公学士、内閣学士、行部次郎、理部次郎等の職を歴任する。陽生元年令部少書に昇進、次年に、戸部直垣、管理委員手の平院学士、国士館総裁、大使太都市法へ転任。陽生三年、大学士の仕事に配属される。陽生四年、文苑拡大学士、戸部直垣、 官理院手の平院学士へ進み、後期実録総裁官を兼任する。陽生6年、ホワデン大学試験理部少書へ転任する。陽生7年、商保の階級を得る。同年、西北での戦争により、軍希望を高宗門内に設け、維新農場省より、その仕事を大学士の小定釈が取り締まった。陽生帝の臨終で、オルタイと共に直命を受けて、 大臣となった。権竜帝の時代に、領長の言動となったことを朝廷が重く見て、死後太病へ祀られた。信頼を通して、肝心の大臣で太病に祀られた者は、朝廷玉ただ一人である。朝廷玉の在任期間での主な仕事は、皇帝の秘書であり、上層文の制度と軍機ところの運用規則の改善で貢献した。他の直接政務を処理した大臣と違い、 歴史上張リテ玉の具体的な功績はあまり多く残されていない。朝廷玉の人となりは、昇進欲々として万こと万あたり、婦女一目を慎んで守った。そのため、幼生帝は彼を、器量順前、女誠とも職と称え、大臣中第一、戦力者と称した。愛前後して、後期辞典、幼生実録、そして、民主、国士官、 日吉回転を編纂した。ありがとうございます。